はい、今回は Amazon から新しいモデルの Fire HD、 要は Fire タブレットですね、8インチモデルが出たということですね。それを紹介したいと思います。これですね、これが新しい Fire HD タブレットの8インチ版ですね。で、アレクサが搭載しているということで、価格が、32ギガモデルで9980円、64ギガモデルで11980円ですね。色はブルーとブラック、ホワイトがあるようです。どういう点が新しくなったかというと、画面が明るくなった、バッテリー持ちですね、ここが、前の8インチモデルより2時間ぐらい長く持つようになったということですね。で、アレクサが使えて、この2つが新しくなったと。 Fire HD 8と Fire HD 8 Plus というやつが新しくなりました。この2つのどこが違うかというと、プラスの方は3ギガ、ラムが3ギガになってますね。あと無接点充電ですね、 Qi の技術を使った専用充電スタンドで無接点充電ができるようになったということのようです。いやー、このタブレット前から欲しいなと思ってたんですが、防水じゃないのが残念なんですよね。防水であったらすぐ買うんですが、ただこの値段で防水まで望むというのは望みすぎなのかもしれませんが、確かに、この性能のタブレットとしては安いと感じます。この安さは Amazon のコンテンツを利用してもらうということから出てくる金額だと思うんですが、にしてもさすがに安いとは思います。32GB モデル、64GB モデルと、両方ともね、マイクロ SD で 1TB まで、今回からは 1TB まで使えるようになってますね。でも線 LAN も AC が使えるようになっているようです。8 Plus の充電スタンドというやつを見てみましょう。32GB モデルと 64GB モデルで2000円しか違わないんですね。まあ、2000円でしたら 64GB モデルを買っても問題はないと思います。さて、充電スタンドはこういう感じですね。このような充電スタンドで充電できるというようです。このモデルは、充電スタンド付きですね、ワイヤレス充電スタンド付きで16980円ということですので、やはり安いですね。まだ、購入するかどうか決心できてないんですが、もう少し悩んでね、考えていきたいと思います。もう充電スタンドに置くとアレクサモードになったりするんでしょうかね。
皆さんはどうでしょうかね。もう購入しているのか、まだ考えているのか。これはまだ予約受付中で、発売予定日は6月3日だそうです。あとゲームモードというものも搭載されたようです。ゲームモードといっても、ゲームモードにすると通知などが起動しなくなってゲームに集中できるということが書いてあるだけですので、まあ大した、モードではないのかもしれませんね。では